どうも皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。勝成の滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。本日の動画はこちら、ゼンの ZS18 という格安、激安アコギにピックアップをつけていこうかと思います。前回このギターを、紹介したときに、なんかね、アンセムの偽物を見つけたから、それをつけてみようと思うなんていう話をしてましたけども、その物が届きました。ババン！こちらでございます。LR バックスのアンセムの偽物でございます。ちょっと、何のことかわからんぜという方のために軽く説明させていただきますと、このピックアップっていうなんかパーツがあるんですよ。部品があるんですよ。これをギターに取り付けると、そのアンプから出力できるみたいな感じで、まあ、いわゆるそのマイクの役割を果たすんですが、もともとその LR バックスっていうメーカーから出ているアンセムという機種、普通に買うと4万とか5万とかするんですね。で、僕はメインのギターのマーティンのマチコさんにはアンセム、本物がくっついてるんですけれども、まあ、4万5万出して買って、まあ、取り付けをしたと。しかし、この偽物、もうすごい、もう見た目がアンセムやんけって感じなんですけれども、これがね、まだ7000、8000とかで買えてしまうんですよ。これびっくりって感じですよね。でも本当もう見た目もすごい、もう本当に素晴らしい。もう知ってる人にはもうバッチリわかるぐらい、もうちゃっかりアンセムという感じです。電池残量が確認できるインジケーターもちゃんとついてますよ。すごいですよね。ボタンポチって押すと、電池こんくらい残ってますね、みたいなのがね、LED で出てくるんですよ。こういうのもちゃんと揃ってるし、もうすげえなって感じですよ。この7、8000円で買ったピックアップが、マジでいい音しちゃったらどうしようって感じなんですけれども。こんな感じでコンデンサマイクが、くっついてまして、そしてこのピエゾ素子、ピエゾ。まあ、衝撃を、感知して、これを、音電気信号を、衝撃を受けると電気信号を発信して、その電気信号をその音に変換するという仕組みなんですけれども、こんな感じでピエゾとマイクのミックスという感じになっています。で、このアウトのジャックをくっつけて、で、電池を取り付ければ、これでアンセムが完成。ちょっと遊びがてら、このまま音を鳴らしてみましょうか。電池を接続して。すげえな、マジで。これでいい音しちゃったらどうしよう、本当に。ちょっと動画じゃわかんないかもしれないですけども、このボタンを押すと、ちゃんとこの LED が5個光っております。新品の電池だから電池マックスだよってふうに言ってくれております。で、これに、シールドを挿して、アンプの電源を入れれば、音が出るはずなんですけれども、どうでしょう、やってみましょう。ボン！どっちが、どっちだろう。ボリュームと、こちら。ボリュームとマイクっていうつまみがあって、このボリュームを上げていくと、音が出ます。こんな感じ。このピエゾっていうのは、そのね、衝撃を与えると電気信号を発信して、で、その電気信号をその音に変えていくっていうシステムなわけです。なんで、このね、手でどついたりとかすると音が出ます。そんな感じ。で、このコンデンサマイク、これはまあ単純にもうマイクですね。なんだろう、このノイズは。単純にマイクのノイズです。このマイクのボリュームを上げていくと、マイクのボリュームを上げていくと、ならねえ。鳴ってる。マイクのボリュームを上げると、マイクが鳴りました。マイクが鳴りました。このように、アンセムは、ピエゾとコンデンサーマイクのミックスによって音を出力できるのである。そんな感じ。もちろんボリュームを下がれば、ボリュームを下げれば音はどんどん小さくなり、結果的に音は出なくなる。そんな感じでございます。で、これを、ギターに取り付けていくわけなんですが、頑張ってやっていきましょう。ちょっこら今回の動画は、長くなるかもしれませんが、まあ、ギターを練習しながらのんびりと、ご覧いただければ幸いでございます。僕ものんびりやっていこうかなと。とりあえず、まあ、アンセムはこんな感じ。ちょっとこれを置いておきましょう。で、こっちのギターの方にね、その、穴開け加工とかをしなければいけないので、先ほど、ホームセンターに行って、いろいろ資材を買ってきました。まず、マスキングテープ、100円ぐらいで買います。塗装が剥がれないたびに、ちょっとなんかこう、マスキングをするんです。で、固定をするためのクランプ、300円くらい。インパクトビット、穴開けるためのドリルでございます。これが、いくらだっけかな ?600 円くらい。600円、700円くらい。こんなん。で、あと、これ。ヤスリ。これはまあ60円くらいです。めちゃめちゃ安いです。で、僕、何気にドライバー持ってないんで、ちょっとドライバーをついでだから買ってしまいました。
このドライバーはすごい安いやつだったので、5000円とか6000円とかそんな感じだったんですけれども、パコッと開けてみますと、まあ、こんな感じで、簡単な、なんかスターターキットみたいな感じですね。両備という、メーカーのコンパクトドライバードリル。まあ、充電型じゃないんでね、その電源させなきゃいけないんですけども、でも逆にその、ね、充電式じゃない方が楽かなと思って、今回はその有線の方を買ってみました。こんな感じで、工具を揃えましたので、実際に取り付け作業の方をしていこうかなと思います。ギターの方に2箇所穴を開けなければいけないんですよ。まずこっち側、エンドピオンをバンとこう抜いて、ここのところに、アウトの、まあ、このジャックですね。このジャックを通すための穴を開けなければいけないと。で、もう1箇所、ピエゾっていう、なんかさっき銀色の紐があったじゃないですか、この銀色の紐。このピエゾを、このサドルの下というか、このサドルすげえな、改めて見るとすげえチャチ、なんかプラスチック丸だし、これすごいな、これサドル変えたらまたすげえいい音しそうな気がする、これすごいな、今気づいたけど、めっちゃチャチですね、これマジで。まあ、このサドルの下に、あ、でもイントネーションついてるからすげえなって感じですけども、このサドルの下にそのね、あのピエゾを持ってくるわけなんですけども、裏側からね、その穴を開けて、このサドルの下にこのね、あの銀色のあれを敷かなければいけないんで、こことここの2箇所に穴を開けていくという作業をしていきます。そんな感じ。まあ、ちょっとこれはどのぐらい時間かかるかわかんないんですけれども、着々とやっていきましょう。まず弦を外さなければいけないので、ちょっと弦を緩めていきましょう。ストリングスワインダーをお店に忘れてしまったので、ちょっと手で回していきます。なんかあれなんですよね、そのご存知の方も多いかと思うんですけども、僕、今、歌いストカフェっていうそのお店っていうか店舗を持ってるわけなんですよ。まあ、最近その、ね、日曜日の夜でして、日曜日夜10時から生放送は毎週毎週お店から配信をしているわけなんですけれども、なんかこうね、お店をそのスタジオ代わりにして、なんかこの便利な反面、なんかこう、機材がね、結構ね、あのね、散らばっちゃってね、ちょっとね、不便なところがあるんですよね。この間もその、ストリングスワインダー違う、あれだ、あのワイヤレスのピックアップ、ワイヤレスのシールドか、ワイヤレスシールド、あれをそのライブの時に持っていこうと思ったら、ずっとお店に置きっぱなしだったことに気づいて、なんか家出る直前に、やべえ、お店置きっぱなしだみたいな感じで気づいてね、その慌てて取り入ったりとか、で今もね、そのストリングスファインダー使おうと思ったら、ああ、やべえ、お店置きっぱなしだみたいなとかね、あったりとかして、なかなかね、その場所が増えるっていうのも面白いですけども、手間っちゃ手間ですね。結構機材が分散してしまうので、お店で使おうと思ったらね、あ、やべえ、自宅だとかね、このカメラもそうですよ。結構あの、このカメラ、お店で使ったりね、家で使ったりね、あちこちで使ってるからね、普通にお店で使おうと思ったら、あ、やべえ、アダプター家に置きっぱなしだとかね、あ、やべえ、電源ケーブル家に置きっぱなしだって、結局使えずみたいなのがあったりとかするんで、なかなか難しいところでございます。まあ、私の計画性のなさが全ていけないんですけどね、ちゃんと計画性があれば、ね、あれはどこにある、どれはどこにあるって、これね、今日はあれが必要、これが必要ってなるんですけど。まあ、そんな感じ。とりあえず弦を緩めました。で、このサドルをサコッと取って、BGM でもかけましょうか。BGM スタート、バーンつって、ちょいちょん、パパパパピポポン、パラパンポン。BGM はビッグラブにてお届けいたします。お届けいたします。こんな感じ、抜けろ、お願いします。抜けてください。なんかすごい、6弦側が硬い。1弦側が上がるのなんかすごい硬い。なんだろう、これすごい、なんかすごい、何か強い、買った、何か意志を感じる、あ、買った、マジでこれ、そしてもろ、すっごいもろ、すっごいもろ、なんか全然買ってまだ少ししか経ってないし、1回しか弦変えたいのに溝がやべえことになってる、これサドル変えた方がいいな、これびっくりするぐらい安っぽい、気づかなかった、サドル。びっくりするぐらい安っぽい。で、さっきも言った通り、とりあえずここにこうドーンと穴を開けていくわけでございます。ここに穴がないとね、その裏側からそのピエゾの、あの紐は通せないので、穴を開けていきます。やってみましょう。電動ドライバー、登場、初使用でございます。買いたてほやほや、初出陣でございますよ、電動ドライバー。昔ね、なんかこういうの持ってたんですけど、ね、なんか結構安い使っちゃったからさ、なんか3000円、4000円ぐらいの安い使っちゃったからさ、なんかこの、なんかいろいろこの、ね、家具を組み合わせてたら、うん、
家具を組み立てたら、モーターが焼き付いてきてしまって、モーターが焼き付いて壊れちゃったっていうね、そんなのがあったりするわけですよ。それでは、あった。いいな、電動ドライバー。それそうだな、こういうの。もう早速ですけれども、もうがっつりと穴を開けていこうかと思います。こんな感じでくっつけて、逆回転ね。こちらにね。よし、いきます。本当はみんな、良い子のみんなは、その防塵マスクをしたりとかしなきゃダメだぜ。あと、なんか下に新聞紙とか引いて、その木くずが散らばらないようにしなきゃダメだぜということを強く言っておくぜ、先に。こんな雑な音になっちゃダメだ。行くぜ。あれ、なんか。あった。なんか、ある。なんか、挟まってました。スペーサーの代わりにシムが入ってたのかな。行きます。ゴロ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 。羽織っている。惚れた。こんな感じでございます。惚れた。で、本当はここで掃除機的なのでね、ちょっとこすったりとかしなきゃいけないんですけども、ね、ちょっと横着してそのままでいきます。で、多分この2ミリだとこのピエゾが通らないので、もうちょっと太くしていきましょう。今2ミリで、穴を開けたんですけども、ちょっとずつ太くしていきます。3ミリでいけるかな。前にとりあえず開けてみましょう。まあ、相手はね、その木なんで、一回削ったりとかすると、もう、取り返しがつかないじゃないですか。まあ、一応その辺はね、こういう順番に、慎重に慎重に行きましょう。まあ慎重に行きましょうって、全然慎重にやってるように見えないですけどね。行きます。ほい。OK。いいでしょう。そしてこれが通れば OK なんですけど、お、通る通る、定期できます、できます。よしよし、できました。これであとはね、裏からから、このピエゾを通していけば OK という感じです。一応このピエゾのね、厚みが割と1ミリくらいあるので、本来ならば、このサドルの方をですね、ちょっとこの削って高さを合わせたりとかしなきゃいけないんですけれども、そのリペアはちょっと面倒くさいので、また後日やることに、します。とりあえずこれで今、1箇所穴が開きました。で、もう1箇所。今度はこちらです。エンドピンの、ジャックを通す。エンドピンの穴からジャックの穴を通す、やつでございますね。で、一応、塗装がバキバキになってしまうのを防ぐために、別にバキバキになってもいいけどね。バキバキになってもいいけど。まあ、一応、まあ、形的にですね、ちょっとマスキングテープを。こんな感じで貼っておきます。バキバキにならないように。そして、12ミリの、こちらですね。ドリルをつけていきます。12ミリ。いくぜ。なんか鉄鋼用と木工用みたいな感じでいくつかその中にあるんですよ。鉄鋼用と木工用と、あとそのコンクリート用とかかな。まあ、いくつか種類があるんですけれども、木工用のやつはね、一番安いので、できる限り安いやつを。買うようにしましょう。こんな感じで開けていきます。いきます。まあ、ゆっくり慎重に。おお。開きました。こんな感じでございます。すごい木くず感。ちょっと待って、ゴミを捨てます。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ゴミを捨てます。これはさすがに散らばらせるわけにもいかない。ちょっと待ってください。はい、やあ、ちょっとこぼれた。まあいいや。穴が開きました。いい感じです。いい感じです。そい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 。うまくできると、まあ、こんな感じになるわけですね。穴が開いているのが、わかるかと思います。で、ここから、マスキングを剥がして、まあ、ちょっとヤスリをかけてバリとかを取っていきます。まあ、そこまで丁寧にやる必要は特にないんですけどね。まあ、一応、なんか動画にする手前、あんまりこう適当なことをやるのもあれかなと思って、一応、まあ、ちょっと丁寧にやってますよっていう、僕なりのアピールでございます。多分一人だったらね、こんな丁寧にやらない。マスキングも多分しないしね、このヤスリとかも絶対かけない。
まあ、こんな感じでそう、ね、ちょっとこう触ってみるとバリみたいなのが出てくるので、そのバリとかを、取っていきます。棒ヤスリとかでも構わないんですけども、まあ、紙ヤスリとかで全然大丈夫です。棒ヤスリ高いですからね。600円くらいしたから。600円は嫌だなと思って。紙ヤスリにしちゃいました。へへ。やばいです、やばいです。で、ある程度はその、ね、塗装がね、ちょっとこうバキバキするのはしょうがないことなので、まあ、慎重にかつ大胆にやっていくといいかなと思います。こんな感じかな。よし、そしてドライバーの電源は落としましょう。暴発するとね、すげえ危ないですからね。で、これで、割と加工のほぼほぼというか本体が終わった感じなんですけれども、ここからまあ一応テストで穴が通るかどうかをやっていきます。あれ、これどうなってんだ。このキャップを取って、まあ、最後、これは最後にかぶせます。で、ナットとワッシャーを取って、今こちらからそのね、ナット、ワッシャー、ワッシャー、ワッシャー、ナットって感じになってるんですよ。で、この、この、なんて言うんでしょう、その、ここの厚み、ここの厚みが、まあ、ギターによってそれぞれなんで、まあ、この辺を調節しなきゃいけないわけですね。ちょっくらナットとワッシャーを取りました。で、ここから、ちょっと見えづらいな。まあ、ワッシャーが、間のナットがあるじゃないですか。このナットを下げれば下げるほど、まあ、ここにその厚みを持たせることができるわけなんですけれども、このギターとかって、2センチくらいかな、ここの厚みが。2センチくらいなんで、まあ、こんなもんかな程度に、このナットを下げていくわけです。で、一回、ここから通して抜くんですが、ちょっとこれは非常に。あ、ナット落ちた。ワッシャーか、ワッシャー落ちた。ちょっとこれは少し横着すぎるんで、もうちょっと方向を考えましょう。あ、これめんどくさいところにこのワッシャーが落ちました。ワッシャーが落ちたよ。ワッシャーがよ。ワッシャーが、あった、ほら、いた。狭い。アコギの中狭い。三脚がすごいめっちゃ映っている。そして三脚の向こうにあるのはこれは照明でございます。照明が丸映り、ピカーン。取れない。本当に取れない。よし。本当はここからなんかね、その何かをね、通すといいんですよ。で、それにこう引っ掛けたりとかするとすごく良いんですが、何がいいだろう。これシールドは通らないもんな。あ、ちょっと待ってください。これも通らないもんね。通らないね。やっぱ通らなかった。まあ、手で頑張るしかないか。手で頑張ろう。今こうサウンドホールの中にこう手を突っ込んで、こうね、なんかちょっとミニ昇竜拳みたいなの打ってる感じなんですよ。ミニ昇竜拳。すげえ狭い臨床有権で、ここに届け、俺の思い、かー、穴に届け、穴に届いた、来い、ファイト一発。あー、全然ここに弱があるんですけど、全然です。全然厚みが足りません。もっとノット下げましょう。全然厚みが足りません。このノットを下げることでもっと厚みを持たせることができる。どういうことかちょっとしばらく見てればわかります。このナットを下げて、ここに、距離を持たせました。そしてサウンドホールからミニ昇竜拳をかます。ほら、しょう。オーライ。オーライ。全然オーライトじゃねえ。出てこねえ。頑張れ、俺の左手だ。いける。くわー、きた。ちょこんと姿を現しました。で、これでワッシャーとナットをかまし、こんな感じでその取り付けをしていくんですけれども、ここ何気に要注意で、
出すぎるとこのキャップがはめられないんですよ。これが。なんで、そのあんまり出長すぎず、出すぎずっていうこのラインを、目指していきます。これ、ちょっと今ね、距離が足らない。これだとそのキャップが、くっつけられないんです。もうちょっとやる必要が。よっしゃ、落とさないように。結構下まで行くな、これ。結構、限界したかな。全開下まで行きますね。いいかな？いいと思う。はい。いい処理で、サンドホールからカラスで。そして、ここの穴に、ちょっとこいつ。これ、俺の思い。ここだ、俺の思い。ダメだ、このやり方、そんなに得策じゃねえ。これ、微妙にこれ届くような、届かないようなっていうね、それすげえ絶妙な距離なんですよ。ここがなんか木のバリが。いける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 。いけたー。こいつ出てきた。クマの子みたいか。おっと、これじゃいけねえ。明日はかましいの。納豆かましいの。よし。これ買ったんじゃね。これでいい感じじゃね。で、この、おお、来た！これいいよ、これいいよ。OK、これでだいぶいい感じで、エンドピンをくっつけることができました。で、このあとは、プリアンプをくっつけていこうかと思います。プリアンプ。このプリアンプをね、この、こういうところにその、パコッとこうくっつけるわけなんですけれども、まあ、ちょっとこのいいところ、結構ブレーシングとかでね、そのつけられない位置とかあったりとかするんで、ちょっとこういうところを探ったりとかして、いい位置を見つけてみます。ちょっと前の場合は、ここにパコッと収まりそうな感じがするので、こちらに取り付けをしてしまいましょう。表面テープを外して取り付けをしていきます。いい感じ、いい感じ。はい、はい、はい。表面テープ剥がしました。で、ここからさっきのそのいい感じのところに、ああ、落とした。取り付けをしたいという願望。OK。で、これちょっと貼っただけだと、少し不安なので、軽くクランプをかませます。実はこの両面テープね、貼っ付けてあるから大丈夫っちゃ大丈夫なんですけども、意外とね、その移動するときとかさ、そのギターって結構ゆさゆさするんですよ。で、それでこのプリアンプがね、転がるっていうのをですね、僕はその、マーティーのマチコさんでも何度も何度もやっているので、ちょっとそれを反省して、で軽くクランプで、押さえ込みに行きたいと思います。で、一応巻きを使って、こっち側はトップ材が傷まないように、軽くクッション、まあ、クッションとかティッシュですけど、かまします。いい感じ。いや、いい感じではない。違う。あんまね、このギュッと入れすぎると、そのプリアンプが壊れかねないし、このね、ボディのトップの方もちょっと痛みかねないので、まあ、ある程度のところで、よしとしましょう。こんな感じ。で、その次は、コンデンサマイクを取り付けると。で、コンデンサマイクの取り付ける位置なんですけれども、これはね、センサーは人それぞれが好みとかもあったりとかするんですが、LR バックスは公式に、この辺に取り付けてくれよというのを、ね、なんか確か出しているはずなので、ちょっとそれを参考にしましょう。ちょっと待ってください。今、LR バックスのちょっと公式ホームページを調べています。トゥルーマイクは、ボディ取り付けはサドルのちょうど裏側ということみたいです。サドルのちょうど裏側、これの裏側ってことですね。なんかいいところあるかな。よいしょ。ああ、はい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 。はい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 。OK、OK。なるほどね。うんうんうん。OK、わかりました、わかりました。つけていきましょう。
普通に結構この裏側は真っ平らなんで、手を突っ込んでそのまま貼り付けていきそうな感じです。ちょっとやってみましょうか。しかし、なんかこの作業をね、マーティーのマチコさんに、本物の LR バックス、アンセムを取り付けるときにやったはずなんですけど、なんか全然覚えてないですよね。あれ、こんなんやったっけかなみたいな感じで。なんか穴を開ける加工はね、なんかやった覚えはあるんですけど、お店で、うわ、すげえとかって言いながら、やった覚えなんですけど、このマイクを取り付ける作業とか全然覚えてない。この辺でいいのかな、合ってんのかな、でもわかんねえからな。いや、じゃあ、この辺で、よいしょ。くっついてください。お願いします。くっついてください。くっつきました。くっつきましたね。安心してください。くっつきました。で、これで今、エンドピンもつけられて、マイクもつけられて、で、そしてフィールド。これもその手を突っ込んで、さっき開けた穴から、ひょっこりひょうたん島。ひょっこりひょうたん島、おいひょっこりひょうたん島、おいひょっこりひょうたん、絶対通せねえ、これ。どこにあるんだ、わかんねえ。全然わかんねえ。絶対通せねえ、これ。これか？あ、意外と言っても通せるかも。穴を発見した。え、どこ？下界と、あ、来た。意外といけた。こんな感じで、サドルを。出過ぎてもよろしくないので、ちょうどいいところで5名ので、ここからずれるとよろしくないので、この安っぽいサドルをくっつけます。ほいほいこの原稿高かったっけって感じですけども、まあとりあえずこれで取り付けが完了でございます。3つともできました。エンドピンも取り付けの、フィエゾも取り付けの、マイクも取り付けの。で、あとはこのクランプを外して、この一人ずつの、やべ、なんだっけ、順番とか見るの忘れてた。なんだっけ、この後ろに、プリアンプの後ろに、このね、このケーブル類を接続していけば、OK、あと電池だ、電池つけなきゃ。つければ OK なんですけれども、私、アホなことに、ちょっとメモをするの忘れた。ブラッカーに隠れちゃってるからね、どこに接続するかわかんないじゃんね。で、この電池ボックスなんですが、こんな感じでマジックになっておりまして、本家の LR バックスのアンセムもこんな感じです。マジックになっておりまして、この両面テープで、このメス側のマジックテープを、まあ、どっかしらにくっつけ。結構ね、見える位置にあった方がね、いいからね。できればその見える位置に取り付けをしたいんですけども、曲がったりするとかっこ悪いから、曲がらないように気をつけていただきつつ、で、電池ボックスの中に、電池を入れて、こんな感じですね。で、蓋をしてつける。 OK です。こんな感じです。で、ちょっとこのプリアンプ、これ今ね、接着しちゃったから見えないんですけど、まあ、勘で、くっつけていきます。勘で、この辺かなと。ちょっと、やりづらい、非常に。非常にやりづらい。あ、ちょっと失敗したな。でも、しょうがねえ。ここまで来たからにはもうやるしかねえ。ここが、多分電池ボックス取り付けるところだから、右側がね、一番右側が多分ピエゾだった気がするんですよね。で、ピエゾ行って、コンデンサマイク行って、で、その次にこのアウトのジャックが来て、OK。で、最後に電池だった気がする。向きが分かんねえな。狭い。お願いします。入ってください。あ、この微妙に狭さよ。
手首がもげそうだ。本当にもげそうだ。ちょすごい角度になっている手首が。電池パックむずい。電池パックレベルだけ。ちょっと待って。すごい。この動画の絵を、ひたすらこの電池パックを取り付ける、取り付けようとする滝沢を苦しむ、滝沢が苦しむ様子を見続ける視聴者の皆様、しかもギターを練習しながら。この爪が上だった気がするんだよな。だから多分こういう方法やってるはずなんだけど、どういうことだろう。これね、まちこさんの時はね、なかなか楽だったと思うんですよ。なんでかっていうと、ここに穴が開いてるから、多分それをこう見ながらとかで、ね、できたと思うんです。でも今回、完璧ブラインドだから、その、勘っすよね。ここかなっつって。ここ立ってるかな。しまったな、クランプで、ちょっとこの圧着する前にこれを接続するべきだったな。ちょっと皆さんは気をつけてください。このピックアップを買ったら、クランプとかで、その、プリアンプを圧着する前に、必ず接続をしてからやっていただければと。腹が立つ、腹が立つ。見えれば速攻なのに、見える世界、見える世界に残された我々、つまり見える。その時は一回この人差し指を押し当てて、この形状を人差し指に記憶させるわけです。そしてこの人差し指を見れば、なんとなく形状が見える。なるほど、下が台形の大きめの、上が爪が2本出ている。ということは、ここの形に合うためには、私の推理通り、この向きで合っているはず。そうですね、下が大きくなっていて、上が爪2本、つまりやっぱりこの角度で合っている。なので、私に今できることとしたら、できることは、頑張る!ということ。あれ、なんで優先言ってるんだけどな。全然つけられる気配がない。これでしょ。これでしょ。あ、来た。焦った。今ハマったのに。はまったのに、ね、私のバカ、勝利を急ぎすぎた。でも次はいける。なぜなら一回勝ちかけたから。私ならいける。自己暗示。来た。お、来た。やべ、これ本当に来た。これマジで来た。よし、マジで来ました。これはマジで来た。オッケー、ちゃんと光ってる。オッケー、マジで来た。で、あとはこのマイクとケースを逆に取り付けてないかだけちょっとチェックをすれば完璧ですね。とりあえず電気を入れて、ボリュームが、ちょっと待ったら、PS は常時マックスなんで、これは当たっていっていいんですよ。で、このマイクのこの、ダイヤルを、コンデンサマイクの方のダイヤルを下げていって、下げていって、ピエゾが下がらなければ OK。OK。できたっぽ。コンデンサマイクは全開です。OK、OK。コンデンサマイク切ります。これでコンデンサが切れれば。来ました。来ましたよ。これはもう完璧でございます。完璧でございます。施工終了。あとは、普通に模型を貼っていけば OK という感じでございます。電池が落ちている。OK という感じでございます。一応細かくやるとね、その、このケーブルの配線取り回し、結構その、なんていうんでしょう、この、ケーブルがいろいろこう出てて、これがその演奏中とかにね、結構カタカタなっちゃったりとかするんで、まあ、この付属の、このクリップとかで、配線取り回しをしたりとかするんですけれども、こういうやつですね。下の方にこのペット、両面テープでくっつけて、これを曲げて、この配線をですね、
取り回しを作っていくわけですね。そんな。でも多分、またすぐに弦を。なんかすぐちょっとね、この辺パパッといじりそうな気がするので、ちょっと今回は配線取り回しはパスします。それよりも僕は早く音を鳴らしてみたいという今衝撃に駆られているので、まずは音を鳴らしてみたいと思います。こんな感じになりました。若干やっぱり弦高が高くなったかな、そのこともないかな。なんか最初皆さんにお見せしたように、なんかこれが挟まってたんですよ。これ何なのかちょっと分からないんですけれども、これ意図的なのか、それともたまたまなのか、でも意図的なのかな、ちょっと分かんないですけれども、でもこれの SIM のおかげで、なんかアンセム入れても、そんなにめちゃめちゃ環境が変わったというか、弦高が変わった感じでもないですね。もともとそういうエレアコ仕様にするためにそういうのを入れてるっていう話だったらすごいですよね。もしその視聴者の方々の中で、同じようにこの全のアコギを持っていて、このサドルの下にね、これが入ってたよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントを残してみてください。もし全部の機種に入ってたらね、普通もう意図的に入れてるってことですからね、これすげえなって感じですよね。エレアコ仕様にすることを前提としている作りみたいな。OK! すごい。できちゃった、本当に。問題の音ですよ、音。なんかすごい嫌な予感がする、すごい嫌な予感がする。これ、何が嫌な予感かっていうと、多分これ使える音っすよね。これ普通になんかライブとかで使ったらなんか普通にナチュラルにちょっといい音したいんです。それでこれちょっと怖え。とりあえず、今回はその取り付けができました。ちょっとまた違う動画でですね、ちょっとライン出力をした引き比べといいますか、そのね、テスト動画も作ってみようかなと思いますので、そちらもよかったら楽しみにしてくださいませ。とりあえず、今回はね、ピックアップを取り付けるところをお見せするという感じだったので、ちょっとその作業の工程とかもお見せをさせていただきました。参考になりましたでしょうか。気になる音の方はまた別の動画でですね、検証してまいりますので、よかったら楽しみにしていてくださいませ。それではまた違う動画でいたしましょう。さよなら、バハハハ。の前に、よければ皆様、
こんな動画をまた見たいなと思ったら、ぜひ高評価と、コメントのなんか、ね、あとチャンネル登録とかもよろしくお願いします。そして、私、滝沢勝成、Twitter やっております。よかったらフォローしてみてくださいませ。TIKIJAWA、滝沢という名前で Twitter やってますので、よかったらフォローしてみてください。こちらの方で、ね、その動画の更新情報とか、なんかライブの情報とか、いろいろ垂れ流しをしておりますので、よかったら、チェックしていただけますと幸いでございます。では、やべえな、これマジ。マジでこれやべえな、どうしよう。そんな感じでまた違う動画もお楽しみに。違う動画でお会いしましょう。さよなら、バーハイ、チャンネル、バーハイ、ワホイ。嫌な予感がするぜ。